FF14 ハウジングマニアのおねんねです。 Twitter もよろしくお願いします。お役立ち情報を発信しています。今回は弟子宅にカフェとバーを作ります。この動画はカフェの作り方で、バーは後日公開します。では作っていきましょう。まず中心線が分かりやすいようにザナランフローリングを使います。このようにパーティションを置いていきます。パーティションを倉庫から出し、四角 X ボタンかアスタリスクキーを二度押します。アスタリスクキーでうまくいかない場合は概要欄を見てください。今回は昼間はカフェ、夜はバーに変わる場所を作りたいです。ハウジングを使ってバーやカフェを開いている人も多いですよね。その場合、個室ではなくハウスを使っている人の方が多いと思います。ソークから窓を出し、窓を置きたいところでゲームパッドの人は X ボタン、四角ボタンを二度押します。マウスを使っている人はアスタリスクキーを2回押します。アスタリスクキーでうまくいかない場合、こちらも概要欄を見てください。話を戻すと、ハウスに関する質問が最近寄せられています。ハウスを全部装飾しているところが見たいというリクエストとか、私のハウジングをうまくハウスに応用できないなどです。ラノシアンピラーを置きます。確かにハウスの場合は階段があることを考慮する必要があります。なので私は今後 S 宅のハウジング動画も公開していきます。サザンキッチンを置きます。この動画でも話しましたが、キッチンは高低差を作るといいです。シュラウドデスクを置きます。窓をつけて明るくしていきます。カフェは明るく、バーは暗くしたいです。1階と地下のギャップを作ると訪れた人が驚きそうですね。北側の窓は日光は差さないですが、正面なので部屋の印象を決めます。先ほどと同じ方法で壁ギリギリにパーティションを置きます。倉庫から置くやつですね。オールブックシェルフを置きます。レザーソファーを置きます。シュラウドサイドボードを置きます。シュラウドテーブルを置きます。だんだんと大まかなカフェの形はできてきました。
このように大まかな形を決めてから小さなものを置くと混乱しません。床を白木床にします。白木床で合ってるのか。窓も白く染めていきます。今回は白と薄い緑をテーマにしたいと思ってるので、まず白く染められるところはみんな染めちゃいます。白い内装を邪魔しない程度に植物を置きます。こちらも壁にかけるタイプの植物を置いていきます。ウォールプランターとかですね。こっち側にもウォールプランターなどを置いていきます。邪魔にならない程度に今回は緑はとどめておきます。小さな家具を置いていきます。バーとは違う雰囲気にしたいですね。お茶やスイーツを楽しめてお客さん同士が交流できるようなカフェにします。気がつけばチャンネル登録者が7000人を超えました。もちろんチャンネル登録者の皆さんのおかげです。ありがとうございます。私のハウジングを真似てくださった方が私の話を誰かにしてくれることも多々ありました。大変な時もその一つ一つを見返したりしています。私の願いはハウジングを楽しめる人が増えることなので嬉しいです。私にももっとできることはないかと考え、この度ブログを作りました。動画では伝えきれないハウジングのお役立ち情報を日本語で発信しています。概要欄にリンクが貼ってあるのでチェックしてください。さらに細かい家具を置いて完成です。
数は1階が75くらい、地下と合わせて142です。地下のバーの動画も公開するのでお楽しみに。このチャンネルでは他にもたくさんのハウジングデーを紹介しています。チャンネル登録して一緒にハウジングを楽しみましょう。ブログもよろしくお願いします。ではまた。